対戦を確認。全部想定済みだから。キルジョイ、これが片付いたらまた機械維持にしようぜ。いいけど、また何か爆発したら次はレイズがブリムに謝ってよね。ダメダメ、やるね。スパイクはここ。スパイクを確保。タレット展開。タレットだ。ステージ、エロ。武器買ってない。そこ設置できるの。
ヘルバイパ。政治動いてないね。エレス。Peace. いいウィンドウセージ。やるね。
分量高い。もう解く。エヴァエヴァ、A1 仲間は死なせない。まだ入れない。チャージ切れ。A1ウィンドウセージ。A バイパーセージ。A に敵がいる。ここだよ。リロード中。おう、残り1名。あ、使っちゃった。ダメダメ。エリアの制圧は私に任せて。装備はちょうだい。その分他で働いてよね。使っちゃった。装備をちょうだい。ごめんね。生き残りたいなら。なんであなた6000円持ってるけど。え？どういうこと？平和。
エースかい。B でキャリアダウン。ミッドレイナーマイナス99ロー、レイナーミッド、ナイビーウィンドマイナス99、ナイス。自分で言ってるの、そう。元気だ。キャリアがやられた。あれ、スパイクどこ行った？あと10秒。クラッチ。思い知らせてやろう。おお、めっちゃバグってる。ここよ。節約するね。これくれない？これか。おっかないな。ありがとう。私持ってるの？やっと。ブリムストーンの煙初めて見たんだけど。帰れば。最後の一人だ。 B でキャリアダウン。あと30秒。スパイク確保。
っち向くんだ。あと10秒。あっち、こっち。それ間違って殺されちゃう。ボットを戻すよ。ボットを回収。取りしかいない。私のセンチュリじゃあやっぱ歩き方が。メリットバン、これはもう入れる。あれ、
ットを戻すよ。チャージ切れ。前半最終ラウンド。あ、間違えたかもです。じゃあこの。テストを始めるよ。アルティメット準備完了。誰の銃だこれ。誰が展開。アラームごと展開。効果に耐えられるか。いたよ。展開ボットを回収。 S F なんだっけな。リバイバー回復するわ。スパイクを設置して。カウントダウン開始。ビロングレイナ。仲がいいんだ。あれとか。B に行く。こっちのこれ。わからん。あれ制御動いてる。セントリー設置。あら。ボットを戻すよ。生き残りたいなら冷静にね。誰が展開。ここ A に事故よ。ボットを戻すよ。 A に行く。いいよ。ビースパイク。何を戦ってんだあの子。ビースパイク。まあ何にもないからでしょ。聞いてないのか。
ビーバー。あと、もう不思議に思ったんですけど、このセンチュリーがダメージ受けて回収すると HP、HP 回復するんですか ？HP、HP ってなんだ。回収したらなんか弾に耐えられる数が、ね、あ、そうそうそう。100ダメ、100HP に戻りますよ。そうですよね。回収した方がいいですよね。撃たれてたら。はい、まあ。その間に何もできなくなりますけど、一瞬、うん、一時的に効果がない。守り強いはずなんだけどな。 A に行こうかな。 A に行く。害をなす者は死んでもらう。B来るかな。A は割と出たけ。どこって当たる。はい。なんか前行ってる。うん、最後の一人。ちょ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 、え、うん、あれ撃たれるかな。避けちゃった。残り1名。ん？欲しいのは敵の命、あなたたちじゃなくて。装備をちょうだい。お金あるよ。何かいる？私もよくわかんない。ロングワン。ヘイスカイ。エスパイ。こっち来てるか。大丈夫。アルティメット準備完了。
あんま撃たれてる。撃たれてます。撃たれてます。トーランプバイパー。今日は何時寝る？今日は1時間配信したらね、まあ。1時間どれくらいですか？あと何分だろう。結構早いな。今3、40分なんで。11時10分です。もういいです。最初4対5だったんですけどね。取れてた。くれない？ありがとう。OK。ありがとう。登れないよね。わかるわ。え、泣きがする。そうだよね。したくないな、こっち。そうだよね。さあ、見た。あれ、A じゃなかったっけ？ B だったっけ？設置してない。最後の一人だ。ヘブンは設置してない。お、B なんだ。まあ、よくでかい。B だけど、B だけど。かわいそうに。気づいたことは全部報告して。ごめんね。ごめんね。うん。はい。アラームボット配置。本当か。キルジョイの上手い人たち配信してます。あ、そうなんだ。私も配信見れないんだよね。配信やってるとやりたくなっちゃうから。と、ピースモーク。B ロングバイパー。いやー、センチュリー置く場所間違えたかも。なくなりました。これ私、そう、そっちなんだ。なんかバラってくるな。どういうこと？ああ、解除できたのか。すごい、今んとこ 3連勝。
デスマッチやります？あ、じゃないか。カスタムでやった方がいいのか。どう？だろうね。マインドでいいかな。はい、起動し、いきますよ。11、はい、ちょっと待って。今日何日だっけ？配信。ああ、はい。来ました。おー、11、13。何をそうだった？あ、あれか、そうだね。バインドですか。バインドはちょっと苦手なんですよね。キルジョイもそうだけど。ワープが嫌。ワープが嫌だ。あ、やっぱちょっとか。アルティメット行けるぞ。リアルタイムだった。見えます？ん？あ、はい。なんか私ゲーム中全然ピン見えてないわ、マップの。音はわかるけど。まず、シャワー守り。シャワー守りは。ここに立ってここからフルチャージで投げます。あ、ジャンプする？ナイス。ザフルチャージで、ね、投げるだけです、ね。え、あそこの穴を通るんです？そんな、あ、そうなんだ、本当に。本当に通ってる。あ、通ってるんだ。へえ。ここって映んないんですかね。どこっすか。そこ映んないっす。あそこ映んない。そこ映そうとするんだったら、まあ、いや、なんかこの矢の効果範囲がよく分かんなくて。効果範囲壁抜けしないっすよ。うん、でもなんかこのなんか線みたいのがパーって出て、なんかここに当たってるように見える。はい、いや、映んないっす。これから直線上に何も障害物がない状態じゃないとダメですね。もうちょっと分かりやすくしてほしいな、このエフェクト。ちょっと一人、もう一人 VC 用でいいですか？あ、どうぞどうぞ。あ、そう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 。さっきここにキーキがあって、ほら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 。ここ。これワンイヤーのやつ？なかったっすね、これ。多分全部のマップにあるんじゃないかな。まだバインドしか気づいてないですけど。こんなんでいけるな。じゃあこれ部屋一回あれした方がいい？いや、大丈夫っす。なんかナイフの当たり判定。ナイフは関係ないかも。あんま関係ないです。まあまあ。はじめまして。アニバーサリー。
で、A の攻めのリコンは、ここから2チャージかな。この壁に刺さるんですけど、これっすかな。ちょっと違うな。ちょっと違います。もうちょいこの辺からかな。あ、これっすね。何が違うんだ。これがいやっしーっす。ああ、ここだとダメなのか。こっちがいい。そこでもいいっす。そう。でもこっちだとジュニアっていうポジションがあるんですけど、ここのポジションも映るんで。ここが打つと逆にここのポジションで守ってる席ってほぼいないんで、うん、さっきダメだって言ったのはどこですか。これですか。それだとここが映んないですよ。うん、いやさっきなんか最初違うって言ってた。何が違うのかな。あ、それがこのなんか角みたいなところに刺さっちゃったね。もうちょいこっち側じゃないとダメです。角じゃダメなんです。この角に刺さってるとここが映んなくなっちゃうんで。え？こっち側が。ここが映んなくなるんで。これ映ります？ここ。これ全然わかんない。エフェクトじゃ。もうちょい左かな。全然わかんない。ここだとなんで映るんだ？これで映るはず。まあ、それなら、ね、そうですね。どういう原理なんですかね、この矢は。この矢に人がいた場合に見える範囲ってことなんですかね。矢から見て直線上にあれば大丈夫。直線上、うん、障害物がなければ。なんかそういう風にエフェクト出してほしい。あとはここに刺すパターンですかね。あー、なんか聞いたことある。魚さんが言ってた。あそこのクジャク、この2つが多くて、あとは相場のショックダーツなんですけど、出てですね、なんか立つ位置があるんですけど、これだったかな。キャンセル、ノーチャージで確か確定する、解除ストップっていう。ここ2チャージです、さっきのやつって。チャージか、どうですか。2チャージです、さっきのやつ。ああ、そうです。ちょうどいい感じ。これかな、これだ。この辺からショックダーツをノーチャージで打つとちょうど解除阻止できる。ああ、なるほどね。ここだか、ここだったかな。このマンホールかなんかに違うな。もうちょいこっちだな。本当だ、これシャワーがある。シャワー、ここ、シャワー、ここからここに合わせてショックダーツノーチャージで打つだけでちょうど切符に当たるんで。シャワーじゃないです。ここに張り付いて、ここに合わせてショックダーツ打つだけで解除措置でいきます。最大ちょっと言ってみた。いや、ノーチャージです。あ、ノーチャージ。確定する。そこ背中張り付かないですね。ここだと、あ、ここだ。1個この線を、ここだ。マンホールの直線上で、で上のなんていうんだろう、この辺、ここだ。あ、そっち上に合わせてショックダーツを打つやつ。2発電車でいいです。それで解除が止めれるっていう。ここに置かれたら、ここに当たってた。そこのパターンは知らないっす。ここもできると思いますけど、ここから打てばいいのか。まあ、開発すればいいだけです。この辺じゃないかな。うん、もうちょっと左。矢野さん喋って。あれじゃない、プッシュトゥートークになってるか。あ、これでいきますね。もうちょい左ですけど、まあっていうやつです。そんだけです。たまにここに置く子がいた。ここに置く子がいた。まあそれはナイス。スクの試合はなんか魚さんがびっくりした。
守り、私が、まあ、打つパターン、引き守りの時はこうワンバウンスで隙間から打ってこの上に刺さるっていう。あ、ここ？これなんか私やってたわ、適当に。適当じゃない方がいいっす。なんかあそこの裏見えたら強いかな。あ、2個やっちゃってたけどな。2個でもいいですか？ 2 個でもいいですか？まあどっちでもいいっす。それ壊されなきゃいいだけなんで。ペッペッペッ。あと小技スケット。どうだっけ、ここからちょい前向いてブチャじゃない。え、今のどうやった？ブチャし。ああ、あ、これ面白い。キャンセル。もうちょい前だな。キャンセル。これっすね、これ私使ってます。これ投げてから10秒くらい経たないと刺さんないじゃないですか、うん、相場のリコンボルト2回目使えるようになる時間って40秒なんで、30秒で1回目刺さった後使えるっていう、うん、あとここいつも開幕ここ打って壊されなくて打ってなかった時はここからドローン投げてドローンアップさせて確認してます。ああ、ドローンで開くんだ。これで、あの B 分かるんで。あと次じゃあ B 側攻めかな。え、ちょっと待ってください。ここのなんだっけ。攻め。ただ上に打てばいいんですかこれ。いや違います、斜め上です。角度は慣れが必要です。2チャージです。真上だとダメなんですけど、これくらいじゃない、まあ、大丈夫だと思います。多分そんなもんです。ああ、でも変なとこに当たりました。ちゃんとなんかこっち側向いてないとダメなんですよ。向いてる方。ん？キャンセル。これ1チャージになっちゃった。キャンセル。2チャージ。これですね。割とこんな感じです。はい。これ打つと敵めっちゃ集中力これにそがれるんで。そうですね。なんか一回やられたことある。皆さん見ると。なんか私のサーバーの設定じゃないですよ。あ、大丈夫か。わかんないです。えのさん。マイクはミュートでは。まあ、まあか。いや、声が入ってないボタンかも。B 攻め。B 攻め。まあ、おしゃれリコンですけど、これ、フッカーって、ここ穴開いてるんですよ。うん。それを聞きました。聞いたけど難しかった。この上からリコン入れるっていうのもなんかあるんですけど、あ、出すんじゃなくてここに入れるんです。はい。あ、惜しい。わかんない、それ。もうちょっと左。ここの攻め方は、うん、ここ怖いもんね。いつもドローンをこうやって投げて味方に攻めさせるっていう。これドローンと一緒に出てあげた方がいいんですか？そうですよ。そうなんだ。味方がドローン投げたらドローンと一緒に出ないとダメです。うん、これやってから離婚本当にここに打つだけです。ここから攻めることはあんま相場ないんで。え？基本ロングから攻めるんですけど。そうなんです。うん、大体ここに来ますけど。まあ基本的にここから攻めることは弱いです。うん、ロングから行くんですけど、ロングはだいたいこの辺まで走ってここから2バウンスフルチャージで投げるといい感じにここに刺さるんですよ。いつも相場やってる時は、え、ここの噴水、ここから走りながら2チャージ、フルチャージ2バウンスで行ってます。今ミスで。これくらいか。これで入らない。もうちょい前か。キャンセル。確定する。あ、これで入る。これっす。いつもは確定する、一連の流れで言うと、ここから見てください。
こから走りながら。イノセッ。こうやって投げてます。あ、中入るボタンだ。まあ中入っても僕手前入ってもどっちでもいいって考えてます。どうせ映ったりなんか動くこと聞こえる。入ってます？入ってます。ダメなパターンですね。これ映んないんで。相手から見えない位置ならいいんでしょうね。違います。違う。映らないとダメです。これじゃない。これいい。それならいいです。これじゃない。で、それならいいです。で、それ変えまくって味方にまあシャワーシャワーじゃないロングまで この手前までクリアしてもらって。ここのラインでいいんですかね、落とすところって。当てるところってそこでいいのかな。私分かってないっす。適当、感覚でやってるんで、まあそこまで決めてやってもいいですし、任せます。キャンセル。そこはダメダメだ。でロング攻めたらキャンセル。リコンをフルチャージでここ入れてます。ここまで来たらフルチャージで、フルチャージで、ここまで来て、味方がちゃんとこっちまでクリアしてることを確認してからっすね。味方がそこまでクリアしてることを確認したら、ここの隙間を打つと、まあ大体、リナコン。ここもリコンなくないですか？最初に使っちゃった。時間が経ってからっす。もしあればの話です。なければ、ここから私ドローン入れてます。で、味方に出てってもらってます。ここに誰かいたら、やって出てくるペース。味方がいるじゃないですか。そうなの。だから、味方にドローンと一緒に出てくるんですよ、こうやって。だから、味方がやってくれるんですよ。これ、ドローンが見てる方を見てあげた方がいいんですか、味方って。ドローンが先に見るんで、逆を見るとかそういうのじゃなくて、ドローンがクリアリングした後を進んでいくだけ。ドローンがクリアなんか見たところってマップに映るんでしたっけ？それすらなんかよく、はい、あんま見てない。刺されば刺されます。広告が入るんで。いや、VC する人珍しいからね。いや、ドローン撃ったやつを殺すだけです。あ、はい。ここから撃つのはバウンドしないやつでいいんでしたっけ？はい、フルチャージで隙間から。フルチャージで隙間から上の方には刺せば大体いい感じに映ります。ドローンで見るところってここがいいのか、ここも見た方がいいのか。ドローンのクリアリングの順番画面9見てください。あ、はい。順番が決まっていいですか。はい。これ出たら左手、左手こっち見て、左見て、はいはい、右見て、真下見て、下見て、降りて、下見て、はいはいはい、こういう順番です。これで大体中全部クリアできます。あのボックスの裏とかってがスモクターが ここって見、あ、ここのないのか。何でもありません。何でもありません。復活から見られるそこに守ってるやつですね。全部見れる。まあでもここにいる人あんまいないけどね。アイアン、そこも映りますよ今で。映ってましたね。で、えのさん、チャットはできますか？私の設定なのかな、これ。いやー、そんな変な設定してないと。えのさん、聞こえますか？権限、そんな権限つけた。Ino said. TTS で喋ってる。リモリ。聞こえ。リモリのリコン行きます。え、いいですか？リモリのリコン行きます。え、はい。来れます？あ、来れる。はい。共有見てた。画面共有でもいいっすよ。画面共有。あ、いや、ちょっと画像が、回線が。ワンバウンスで、ここをツーチャージで打つと。え、それどうやって登ったのか。ちょっと待って。こっちからしか登れないっすよ。だからこうやって登って、乗るだけです。
ああ。あ、スタート。上の方かな。声出せます。皆さん。これでいいんですか？あ、私あれガーディアンズの試合の時。大丈夫ですよ。そうなんだ。なんかあさっての話。話せないらしいです。あ、そうなんだ。聞こえるけどなぜか話せないらしいです。他のところでマイク。私のあれかな。権限、そんな変な権限。これでもダメですかね。ダメなんだ。権限見て。マイクが、あの、ディスコードの設定で、他のサーバーで喋れるか見たいですけど。じゃあちょっと、コツかけます。どれだったっけ、どれだっけ、ロール。これか。レッキーは。はぁ、ルートパーミッション。やっぱこれサーバーがおかしいんですかね。あ、違う。あ、大丈夫そう。現設定が変わってました。あ、ことです。で、まあその離婚と。え、なん適当に反射させればいいんでしたっけ。ワンバウンス。ここ立って、ワンバウンス、ツーチャージで、ここ向けて打つだけです。確定する。キャンセル。確定する。ありがとう。で、もう一つ使ってるリコンが、これどこに刺さってんの？ここから対戦を確認。これます。あともう一つの守り方使ってるのが、味方と2人でやるやつなんですけど、うん、ここからワンバウンスでノーチャージで開幕速打つんですよ。で、打つったら味方がフラッシュバン入れて2人で同時に出る。撃つんなかったら味方に前行かせるためにドローン入れてあげて、ドローンでクリアリングして、それに味方がついていく。サイレントで、そういうサイレント、サイレント、あ、そう、はい、足音立てたらバレるんで、裏取ってるのが。裏って味方にその辺まで取らせて、で相場自体は A 側に寄っちゃうみたいな、そういう動きします。それはここから A に行こうとしてる人を狙うってことです？違います。違う。 A から B にシフトするやつを狙うってことです。あ、もしくは A 側も確定っていうか、もうここに全員集まってるっていう報告が入ったら、もう相場の人はずっと、相場じゃない、これで詰めてった人はずっと詰めてってここを殺すって感じです。裏取って、それをやるためかと思ったんだけど、最初は違う意味だ。どういうこと？ここサイレントで入る意味がよくわかんない。サイレントじゃないと、そこでバレたら、あの、敵って基本的に A 攻めてるときに右側見ないじゃないですか。うん。で、そこで足音立てちゃうと、だいたいここの足音ってここまで聞こえるんですよ。うん。A 側でこうやって A 側前向いてるやつで、後ろで足音がしたって言って、そっち見に来ちゃうんですよ。うん、それだけの話です。それ最初なんかここでサイレントで行くのは、いや、ずっとサイレントです、ここから、うん、最初からサイレントです。裏取りなんで、なんか A からこっちに来る人、お違うか、いや、なんでもないです。A から B にシフトするやつを殺すんで、基本的にポジションはこういうポジションになります、大体。こういう角度とかになります。もしくは、まあ、こことかでもいいんですけど、こういう。ああ、そうか。ここまでドローンが来て誰もいないってことは、A 側にいるってことだから。A 側にいるってことだから、A が守れたら、1人が
一人がここで待ってれば、あの B は絶対ないわけじゃないですか。うん。そしたら A 側は4で守れるわけですよ。相場の人はこういうなんか分かんない位置で置いてるんで、A から B に行こうとした足音も全部聞こえますし、そういうのを報告しつつ、A から B に行こうとしたやつをまあ、あわよくば1人2人引くっていうことで、そうすると敵の足に止まるんで、そういう役目です。もしくは A 側確定したって時はもうそのまま裏取っちゃうっていうやり方です。そんだけの話です。だからドローンで見てても映ってるのが分かんないんだよね。私やっぱマップ見てないな。マップ見てれば分かります。うん。移動中 M キーを押してマップ拡大してみてます。私打ち合ってない時はずっと。M キーですか？デフォルトのキーです。はい、よく押せます。うん。それ開きながらサイドボタンってできるんで、うん、でジャンピングできるんで、そのマップ開きながらジャンピングできるんですよ。こうやって、邪魔だ。邪魔ダメっきり見れます。違う、このマップ出してると邪魔だなと思って。あ、そう、大丈夫です。マップに映るんで。めっちゃ気になる。別にあの画面見ないんですよこれ。見ないけど確かに。これでいいんですよ。これなんだっけ、スプリットかなんかでやったらめちゃくちゃ打たれたからね。着地が悪くて。ありがとう。そんなくらいですね、相場使うときは大体。あとはビカはなんか開幕、ここに離婚入れて撃つんなくて、なんか俯瞰はショットないって言ったらドローンこうやって入れちゃいます、ね、ドローン入れて、これドローンワープさせて A 側シャワー確認させます、ね、A 側シャワー、これ噴水のこと。 A のシャワーはこうす。あー、あ、遠くないですか。だからあ、はい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 、そういう方順番にやっていきます。はあ、これでも分かる。これね、もしくは結構強気でいくときはこれドローン入れてあげて、ドローンでドア開けれるじゃないですか、うん、でこれで刺した瞬間にもうワープして殺しちゃう。ありがとう。こういうのもあります。それ強いんです。だって相手って警戒してる間、間違えちゃった。え、な、どうして強くないと思うんですか？ドローン来てるからみんなこっち向くし。でもドローン壊れた瞬間にこっち向かないですし、大体ドローン刺されて逃げようとするんですよ。あとこっちからしたら自分のタイミングで飛び出して決め打ちするだけなんです。いるところを。味方のシャワーのやつとかにパラノイアとか入れてもらえればもう勝ちなんで、それでロスが組めるんで。そんなのソロ級でできるかしら。え、これでそれとシャワーの連携をする感じですかね。あと私はそもそも野良ではやらないんで、はい、私基本乗らないんで、あ、朝方なんで。ちなみに朝方とかね、ダイヤ以上になったらそれなりに VC ありますし、ああ、それはそうです。VC あります。はい、まあちょっと10年後かな、10年後かな。10年かかる。多分10年やっても無理だな。はい。あ、どっちか。確かに覚えたらキルジョより簡単かもしれない。キルジョ忙しいな、回収してるとかあいつに思うけど。何歳一緒にやる？やりますよ、なんか。じゃあ出ようかな。なんか短めのやつ。なんだ。デスマ。そうです、ね。感度が見つかんないっす。高くしたり低くしたり。マウスはめっちゃいいっす。360マウスとマウスパッドはめっちゃいいんですけど、今試行錯誤してます。感度探して画面共有して。
いいっすよ。まあ一応そうだ、ヌルガさんに紹介するとなんか、エペックスからバロラ、あ、エペックス前って言ってた子ですね。された人です。はいはい。だいたいブロンズから今ゴールドくらいまで来ました。あれ、エイペックス以外に FPS はされてたんですか？プレフォーで使用でちょっとかじってたくらいですね。はい、プレフォープレイステーションフォース。ガチなぁ、なんか全然視点の速さに合わせようとすると感度高くなっちゃうし、感度下げると視点移動が見てたり。Windows 側の精度高めるとか切ってます？これくらいはできた。そういう話じゃないですね。そうなの？なんかヒュって速くなっちゃうとかそういう話じゃなくて？そういう話じゃないですね。うん。コントローラーに慣れてるから？そういう話でもないですね。どういう話？感度が高すぎると、うん、その細かいゲームの動かし方が難しくなるし、感度が低すぎると振り向きとかができなくなるって話なんですけど、基本的に振り向きとかフリックを行うっていうことができるだけしない方がいいんで、視点移動がちょっと厳しくても低めの感度の方が多分いいと思いますよ。うん、なるほど。ちょっと高いマウスが軽いんで、マウスが軽いのとマウスパッドでかいじゃないですか。だから感度は低めの方がいいと思います。あれ、これなんだ。私 0.7 に変えた。低くていいです。私は 0.151 です。めっちゃ低い。 0.1? 0.151 です。どういうこと？韓国で流行ってたけどね、低レート10年前。流行ってたとかじゃなくて、私5年前から同じ感度なんで。5年？ずっと 0.… あれ、私 0.75 にしたと思った。8位持って、どういうこと？5年前からすべてのゲーム同じ感度でやってるんで。同じ感度って数字じゃ測れないですよね。単純に振り向きの距離です。センチで測ってます？感覚？感覚じゃないです。ゲームごとにその計算サイトがあるんで、計算サイトにかけてやってます。ああ、それ信用できるんか。できますね。いくつも同じようなそういうサイトがあるんで、全部かけてみて、まあ、全部同じになるんで数字。っていうのと、一回私定規で測ったことがあるんで、感覚でわかります。なんか感度ちょっとでもずれてると私なんかわかるんで。それは大丈夫です。それはみんなそうだ。だから。ゲーム移行しても同じゲームで戦えるんですよ。私は定規で測ってました。これマウスパッドって手首だけ乗せた方がいいんですか？手首ゲームの人って。手首ゲーム、手首だけ乗せる以外に何かあるんですかね。私手首なんですけど。手首乗せないっていう。いや、腕がマウスパッドに置くとなんかめっちゃ引っかかるんですよ。腕マウスパッドに置けないですけど、狭すぎて。椅子の高さとかいろいろそういうのありますから、環境によって変わりますけど、まあ試行錯誤じゃないですか、そこは。そうそう、ね、腕にアームスリーブとかつければそりゃ滑りますし。変換元のサイトにガンズがない。そりゃそうだ。私ガンズで作っちゃったからだ、カット。10センチ。今のところセンチかな、やっぱり。前よりクリアリングは綺麗になってるね。いや、もう全然リコイルとかの感覚もだいぶ変わっちゃったっす。あ、です。私 DPS 何してたの？ DPI か、ま、総合的にはいいんじゃない。
入ってた。ダメだ、あれが当たらん。ヤクザ。あ、DPI なんでしたっけ。誰がですか。ステオさん。私3200です。あれ。エノさんは。DPI ですか。DPI。DPI は800ですね。私も800だ。3000で、あ、3000なら 0.1 ってそんなに低くないか。3200です。3200ならそのゲーム内が 0.1 番それなりに動く気がする。これフレンドだっけ。フレンドじゃない。フレンドじゃないです。フレンド3人くらいしかないです。 OK、 いこうか。シャープ何。シャープは XS25。 何それ。何のツイッターの ID です。ツイッターの ID。 そうな。はい。数字じゃなくてるんですよ。知ってます。それは知ってますよ。あ、そう。そういう話じゃなくて XS25 っていうのがどういう意味を持ってるのかっていうのが気になって。ちなみに私のハッシュタグも TOH になってるんで。そうだ、私も名前と同じにしました。ロールの時8レベルとか9レベルってめっちゃ言ってません。これやってる方なの。最初から7レベルだった。私さっき11レベルの人見ましたよ、コンペで。ハブアカも同じくらいだったから。対戦を確認。来ないな。なんかガンダルかファントムかでもまずそこさえ決まってない。このカードの後ろに何が来るのか。ガンダルだけにしてるよ。ファントムどうなったんですか。両方とも止まってない時、シフトをしてる時でも同じなんだけど、精度下がったんだよね。だからガンダル、ファントムの移動しながら打てるのがちょっと使えなくなったんで、そのままそれその関係で。なるほど。じゃあバンダル D ライト。あ、もう全然当たらん。感度高いんかな。下げよ。あよ。チョコースト。おいろ。ということはここにもケーキがあるのでは。全然当たらなくなっちゃってるわ。やばいよ。わかんない。手首直したいけど。4キル連続。今の超強かった。連続の4キル。あ、そうそう、ここここ。段くらいの連続だった。キッチンにありましたよ、ケーキ。リコイルはなんか褒められるんだけど。ああ。レベル1の人。あ、
なんとかするデサーリコイルだな、やっぱり。これ、一番外しても当たるから。それがやっぱり。クソザコスリコイル俺。後半当たってるもんね。一発目。早っ。逆円クゼハーズしてるけど。リコイルで当ててるわ。逆に初段編集全然当たってない。それでも初段編集しか当たってないし、逆に倒してるから。初段編集当たんないよ。さっきから初段編集当たんなかったら負ける。後半でも横に移動しながら編集してみたい。どんだけ全部フルオートだよこれ。もうバーって打って手首浮かしてればいいのかな。入んないね。後半です、ね。逆に後半全部当たるわ。人になんか打つ前に合わせろとか言ってて、俺打ちながら合わせてるわ。がっつり。リコイルなん。リコイル勝負になった瞬間絶対負ける。多分それじゃない。はい。多分そう。リコイル一応練習してんだけどな、あの20メートルの的使って全然つかない。全然当たんないけどバーストやると。なんか変な声だ。俺ちょっとデスマッチの動画ちょっと見せたいくらい。あ、リコイルだよ。ふわ。残り5キル。止まんない。まだあるんかい。もうブレムストーン前ですよ。でも俺と同じじゃん。出てけ。はい、出てけ。あたぶん35人中30人くらい頭すよ。やば。さ、ほぼ1、2発目で。でもエピックスってあんまりヘッドショットのあれ概念ないですよね。まあそうっす。いやでもデスマッチ俺めちゃめちゃやってるんで、なんかデッドラインは結構覚えたんですけど、リコイルがひどいんで、リコイル勝負になったら多分ほぼ負けです。勝率リコイル勝負になったら本当 30% もないと。よし、私はこれで寝ます。ありがとうございました。またお願いします。おやすみなさい。お疲れ様です。